はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ジャック・アトラスです。さあ本日なんですが、診断で実装されましたこのグレンゴフレームクライムさん、これめちゃくちゃ強いんですよ。これをちょっとね、今日はご紹介していこうかなと思ってまして、このモンスターレベル3の、悪魔族モンスターってまして、炎属性。自分のフィールドに悪魔族チューナーが存在する場合、または相手フィールド上に特殊召喚されたモンスターが存在する場合、自分が相手のメインフェーズに、手札が特殊召喚できるよということで、特殊召喚する条件がめちゃくちゃ簡単で、すごいあのポンと出すことができるレベル3のモンスターですね。でこのカードが特殊召喚した場合に、炎属性モンスターの種類かける400ダメージを与えるよっていう、まあ効果なので、まあ800とかは大体入るかなっていう感じで、マルサバーの効果でこのカードが進行素材として墓地を送られた場合にデッキから通常トラップカードを墓地を送るっていう効果があるんですね。これがめちゃくちゃレッドデーモンズと相性が良くて、これなんでかっていうと、レッドデーモンズデッキっていうのは通常トラップでねめっちゃ強いカードあるんですよ。それがですね、スカーレット・レインっていうこのカードですね。これ自分のフィールド上にレベル8以上のシンクロモンスターが存在する場合にしか発動できないんですけど、フィールドのモンスターのうちレベルが一番高いモンスター以外のモンスター全部除外するよと。でフィールドの全ての表が表示モンスターはターン終了時まで、自身以外のカードの効果を受けないということで、例えば、まあ、このアビスとかが存在している状態でこれを打つと、アビス以外のモンスター全部除外してアビスが何の効果もなくなるみたいな、なんかそのムキムキアビスみたいなのができるんですよ。まあ、例えばそれ以外にもなんかこの、スカーレットノバドラゴンとかがいる状態だったら、こいつ以外全部除外してこいつ効果が出たりするし、でしかもこいつ すげえ打点アップする効果あって、なんか5000とか6000とかなるんで、まあ、抜けないと、そんな効果を受けない5000、6000モンスターはそういう状態になるってことですね。でスカーレットゾーンっていうのは墓地で存在する状態で、自分のフィールドにドラゴンとか闇属性新キャラが出てくると、開始できるってことなんですね。だからフレイルクライムでスカーレットレインを落として、でシンクロするだけでこれがセットできるんですよ。基本的にはこれがめちゃくちゃ強いのと、あとこいつがね、そのソウルリゾネーターとかへのね、まあ、妨害誘発、とかを貫通していけるっていうのがありまして、これソウルリゾネーターとかに無限保養とかエフェクトベーラーみたいなのを打たれると、なんか基本的にはまあ展開止まっちゃうことが多いんですけど、これフレイムクライム持ってるとソウルリゾネータープラスフレイムクライムで、レッドライジングからアビスまでいけるんで、だからアビスプラススカーレットレインの動きがこれ2枚で完結するんですね。これがねめちゃくちゃ強い。だからなんか誘発貫通力も上がったし、このスカーレットレインっていう宇宙最強の通常トラップもセットできるっていうことで、まあ、これはなかなか強力なモンスターが実装されたんじゃないかなと思ってますね。ちょっと早速ね展開見ていただければなと思いますので、やってみましょう。デュエルスタンバイ。フレイムクライム忘れてたような、なんかいきなり実装されてちょっと今テンパってるわ。ソウルリゾネーター召喚効果発動。展開ルートちょっとあんまり、覚えてないんですけど、フレイムクライムでいいんですねこれはね。はい、ソウルリゾネーターからサーチできるのもがいいところですね。フレイムクライムは結構そのボーンデーモンとか、サーチするソウルリゾネーターの効果とかに普通に無限保養とか打たれても、フレイムクライムで、まあ、一応ねアビスとか立てに行くみたいなことはできるんで、これはなかなかね強力なんじゃないかなというふうに思ってますけどね。ソウルリゾネータープラスフレイムクライムから、アビス、レインか、あエフェクトベーラー OK です。エフェクトベーラー OK です。でこれは、いつでもいいから、これと一回スルーして、参戦で手札を見に行きますか一旦。はい、無効になってなんかクレイムゾーンリゾネーターみたいな落とせないんですけど、フレイムクライムいると意外となんとなるっていう話があって、はい、増時でうららぶん投げて割と戦えてるぞ。結構ねここのエフェクトベイラーちなみに結構重くて、レッドデーモンズの場合はクリムゾンリゾネーターのね展開が通らないとなかなかね展開妨害が伸びないんですよね。うらら超雷神抹殺 OK、まあ、とりあえずここ引っこ抜いたら相手とりあえず今のところ何でもできない。でうららと抹殺ね。ってことはうららケアすればいいから、でフレイムクライム特殊召喚でしょ。でバーンダメージだけ入る。でうんこ投げつける。で一旦レッドライジング、うわっ。これちなみにうらら食らうんですけど、これチェーン1チェーン2すればOKなんで、チェーン1これチェーン2にすればOKなんで、でこうすると墓地送りが成立します。うららがあってもね。でレッドライジングで、ソウルリゾネーター特殊召喚して、でスカーレット、レインを墓地に送る。このカードマジ強いからね。このカードマジで化け物だから。でエンマリュー、レッドデーモンアビス
シンクロ召喚、ふい。さらに闇属性シンクロモンスターがシンクロ召喚されたため、スカーレットレインは回収される。そしてこのカードを1枚セットして、まあこれでターンを終了するかな。スカーレットレインマジでやばいから言ってること、これはなんか一番ヒト上の一番なんかレベルが高いモンスター以外のやつ全部除外して、でなんかそのフィールド上に残ってるモンスターは何の効果も起きないっていうガチでヤバい効果あって、でさらにアビスの向こうあるじゃないですか。これ多分だいたい何もできないです相手で。これ抹殺ね、オッケーはい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 、オッケーいいでしょう。これ多分抹殺だからも関係なくて、では私のターン。あ、ソウルリゾルター強いね、いいね、いいよ非常に。ソウルリゾネーター召喚、ソウル効果発動、ソウルリゾネーターの効果によって、ちょっと待ってくださいね。これはこれだな、多分うららが飛んでくるんですよ。そのうちうららが飛んでくる前提で動かないといけないんで、ボーンデーモンを対象に取ってレベル下げたいですよ。で効果発動します。でうらら投げますか、まあ、投げなかったら投げなかったら別に普通に展開すればいいだけだから、まあ別にね、どっちもいいんだけど。ガンダマジマジガンママジ、よりにもよってデッキトップガンマかよあいつ。まあ、でもうららと抹殺しか引いてねえから多分、まあ動きはしねえな、まだ動きはしねえ、つえマジ、まあ、ボンでも一応蘇生はできるんですけど、まあ、蘇生したとてだな別にこれ。一応シンクロニザネタ特殊召喚して、でベリアル出し行ってアビス蘇生まで開けるね。で多分このチェーンはずっとチェーンしてるんだけど、だ除外ゾーンねえもんな、これ除外ゾーンねえから、あ、ディスパテル意味なくて、でこれこうして、ベリアルレッドデーモンベリアルハイザンメイド、がどうのこうのでなんちゃらかんちゃらごめんなさい、ちょっと小学校中言ってる暇ないです。そう、一生初動を確保していくスタイルで、エンマリュウレッドデーモンベリアルの効果、ソウルリゾネーターをリリースし、レッドデーモンアビスポチより特殊召喚、キュイー、まあ、とりあえずちょっと、まあこれ蘇生して殴ってもあんまり意味ねえな、ちょっと もはや何をする意味もないかもしれないので、これエンドフェーズします。で吹き飛びました彼は、はい、どあいあいオッケーオッケーで、抹殺うらら X ね、デッキトップが何かによる抹殺ラレックス、まあ、スカーレットレインめっちゃ強いんで、まあ、それをなんとかしたいですね。アベスで1回無効にした後にスカーレットレインで飛ばすみたいなことができるんで、まあ、一応二防がみたいな、まあ、無限保養ね、はい、絶対無限保養じゃんそれあ、こっちの動き抑制してくるだけでよ、初動も引かねえカスガよ、まあ、舐めんじゃねえぞ。よし、クリムゾンヘルガイア来た。まあアベス一応あるんで無効にはできるんですけど、まあ、一応念のため展開します。念のため、ソウルリゾネーター、あの伏せカードが分かんないんで、まあ、多分無限法だと思うんですけど、多分このあうらら、はいどうぞ、ご自由にどうぞ、はいはいはい、オッケーオッケー、もういいよ、いくらでもいいよこっちの動きばか邪魔しやがってよ、どうして俺に気持ちよくデュエルさせれんだバカ誰が。クリムゾンヘルガイア発動で、クリムゾンヘルガイアの効果、レッドデーモンズ名称が記されているカードを1枚を手札に加えることができる。クリムゾンヘルガイアの効果による、いや、やっとビジョンリゾネーターに触れるか、これ。ビジョンリゾネーター触って、ボーンデーモン蘇生して、で、ボーンデーモンとソウルリゾネーターで、シンクロ召喚だな。そして、自分の墓地に存在するボーンデーモンの効果を発動。このモンスターなんで墓地からも特殊召喚できるんだか、強すぎだろ、これ。ビジョンリゾネーターは墓地を送り、ボーンデーモンも特殊召喚。キュイーン。そして、ビジョンリゾネーターの効果を発動。ビジョンリゾネーターの効果により、相手よく心折れるんだよ、これ。そしてこれスカーレットゾーンレイン、これゾーンレインマジ強いから、これゾーンレイン揃った場合マジで相手の何、自分だけ生き残り除外ゾーンから戻せるからね、モンスターを。はいどうぞ、はい、はいはいはい、だと思いました、はい、知ってました知ってました、はい黙ってください抹殺します、抹殺でレッドデモアビス除外します、あ無理ですか、あそうですか、 OK、 無限保養を無効にして、ていうかもう打点足りてる説あるのこれ、もうもはや、まあ、一応クリムゾンリゾネ独特かで、レベルを一応上げていく、シンクロする必要もねえよお前なんて、バトルフェイズのボケや、黙れボケ、うわっドラーッ、ヒットデマビスの方がもうどうでもいい、もううわっ
ボーンパーンチ、うるさい黙れ、ボーンパーンチ一生邪魔しやがって、許さないからな。反動めっちゃ強いやん。カビゲー起きたわ。これはさすがに止まるやろ。エフェクトベーラー、うらら無限紅葉、これかわせるデッキなかなかないでしょ。黒い旋風、何黒ホーガンさん、黒ホーガンパイセンじゃん。黒い旋風で800以下サーチしたと何も起きないだこれ。別にそれはいいわ。旋風のねサーチ、あ、ちなみにあのあれですね、B フォース、ブラックフェザーではなくて B フォースは強化決定しましたね、 OCG の方でね。ちょっとお前黙れ、お前黙れマジで、一回お前黙れマジで。さあまさずつかかなうつか、はいはいはい、オッケー、はいもう一枚ありますはいもう一枚ありますはいもう一枚ありますさあどうする。これゼピロス墓地遅れなかったの痛いね。ゼピロス墓地遅れなかったから、これこっから展開するのかなり難しいですよ。あのデッキ言うてなんかあの黒槍のブラストとか入ってないと無理じゃないこれ多分、まあ、黒槍のブラスト入ってても無理な気がするけど。さあどうしますかって話ですよこれ。どうします、さあこれこれでターン返ってくるんじゃないですか、やっぱりね。クロウさんどうしました、現代遊戯王についていけてないですよ展開が、という煽り散らかして、でソウルリズムた召喚効果、うららやめて、うわうららくあるこれないな。何持ってんだっけ、クリムゾンヘルガイやんのか。じゃあ後手の打点の作り方ちょっと化け物だからそれ見せてえな。ちょっと待って、これはこれ持ってこないとクリムゾンヘルガイアがあかんから、これこうしてで、クリムゾンヘルガイア発動して、でクリムゾンヘルガイアさんの効果でこれをこうして、でちょっとまあヘルクライム、ヘルクライム、フレームクライムか、フレームクライムちょっと絡んでねえけど、まあいいや。フレームクライムはね、基本展開にはそんなに絡まないんですよね。まあそれが絶対にサーチせなあかんっていうカードじゃないし、一番初動では使わないんで。なんですけど、今回の場合は、打点の作り方を皆さんに お見せしましょう。このレッドデーモンデッキのね、圧倒的打点の作り方。クリムゾンヘル、リゾネーター送ってレベルを下げて、まあ大体ねやることは大体同じなんで、レッドデーモンズそんなに難しくない展開は。でレッドライジングドラゴン、モトキンが好きな人はねぜひ使ってみていただきたい、めちゃくちゃかっこいいかこのデッキで。クリムゾンヘルガイアを、クリムゾンヘルガじゃない、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚、なんか一生さ、なんかさあっちにさ優先権移ってる気がするんだけど、これなんか持ってる相手、これ何これ、なんか一生なんか光ってる気がするんだけどな。ビジョンとシンクロンを特殊召喚しまして、はいはい、で一旦スカーレットデーモンを特殊召喚していく、レッドライジングドラゴンにビジョンリゾネーターをチューニング、うお我が魂スカーレットデーモン、さらにスカーレットデーモンにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚、あれあれよ、これも我が魂エンマリュー、レッドデーモンアビス、そしてスカーレットデーモンの効果とシンクロンリゾネーターの効果を発動、シンクロンリゾネーターの効果によりビジョンリゾネーターを回収し、さらにスカーレットデーモンの効果により王者の鼓動、今ここに熱をなす天地冥土の力を得るがいい、新規の召喚を我が魂レッドデーモンズドラゴン、さらにクリムゾンヘルガイアの効果を発動、相手のモンスターが破壊されたため自分の推しからスカーレットデーモンを特殊召喚、さらにビジョンリゾネーターを特殊召喚、そしてレベル8のレッドデーモンズドラゴンにレベル2のビジョンリゾネーターをチューニング、タイザン冥土山を裂いてどうの行動、エンマリューレッドデーモンベリアル、レッドデーモンベリアルのモンスター効果発動、クリムゾンリゾネーターを墓地送り、レッドデーモンズドラゴンを特殊召喚、これがレッドデーモンデッキツーかっけえマジこの場面、良すぎ、やばすぎこれ、最高かよこのゲーム、バトルフェイツのアブソリュートパワーフォース、アブソリュートパワーフォース
違う、あ、これアブソルトパワーボーチャルや。レッドデーマービスの小気味なんだっけ。調整だ。うわ、特殊召喚アブソリュートパワーボース強ぇ、レッドデーマーデッキ採用。対戦ありがとうございました。なあ、ちょっとリゾネーター来すぎだね。リゾネーターくんやる気満々、マングローブだね、これね。ジャンクコンバーター、何いや、何何貴様は不動優勢。お、優勢、ちょっと待ってくれ。おい、優勢優勢、ちょっとやばい、それは優勢、あーこれはやばいぞ。レベル5のシンクロ召喚だと。何、ジャンクコンバーターとジャンクシンクロが揃ってしまった。まずい。これは非常にまずい。あ、優勢優勢優勢、それはダメだ。優勢、ちょっと待ってくれ。もうちょっと控えめに展開してくれ。ちょっと、もうちょっと元キングの、顔を立てろ。ちょ、待ってくれ、待ってくれ。やり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 すぎ、やり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 すぎ。優勢、お前、さては、俺に遊戯をさせる気ないな。マジで盤面優勢じゃん。めちゃかっこいいんだけど。スターダストウォリアー、コズミックブレイザー、シューティングクエサー、セイバースター、マジかっこいいよこれ。マジかっこいいんだけど、それはそれとして、それはそれとして、これ何もできなくない？ユウセイ、先行ご妨害されたら元キングは何もできないぞ。しかもオーバーキルすぎて草、シューティングクエサードラゴンで人は5人死ぬ。